機嫌だね。あ、モカ、聞いてよ聞いてよ。さっきね、売店で1年生の子に声かけられちゃった。この前のライブ見に来てくれたんだって。ああ、日曜日のライブイベント。ひまり先輩、すっごくすっごくかっこよかったです。だって応援してます。だってさ。なるほどね、それでふにゃふにゃした顔してたんだ。ふにゃふにゃにもなるよ。いつもかっこいいなんて言われるのランとともえぐらいだし。ちゃんと私のいいところ見てくれてる人もいるんだね。うんうん、よかったね。じゃ、そろそろみんなのところ行こう。早くお昼を食べないと。私、ひーちゃんを食べちゃうかも。食べないで。もう、ちゃんと聞いてよ。ちゃんと聞いてるし、ひーちゃんのいいところもわかってますよ。本当に？まあいいか。あんまり待たせるとランに怒られるし、行こ。何割っちゃったの、ひーちゃん。私じゃありません。あ、あそこ、一年生の子、花瓶を落としちゃったみたい。ああ、大変だ。あ、誰か来た。あれって、リサ先輩？大丈夫？怪我しなかった？ちょっとね。でも大丈夫大丈夫、このままだと危ないし、とりあえず片付けよっか。で、ストップストップ、手で触っちゃ危ないって。怪我したら大変だよ。ほうきとちり取り取ってくるから待ってて。これでよしっと。どういたしまして。先生のところ行くなら私も一緒に行くよ。うまく説明するから心配しないで。さすがリサさん、あっという間に片付けちゃった。はあ、優しいし頼りになるし、リサ先輩かっこいいな。ほんと憧れちゃう。私もあんな風にかっこいい先輩目指してるんだよね。そうなの？そう、面倒見が良くて頼りがいがあってしっかり者の先輩。私も高2だし、かっこいい先輩デビューしなくちゃね。かっこいいひーちゃん、あんまり想像できないけど。想像してよ。ほら、私ってリサ先輩と似てるし。え、どこ？ところとか、あとお菓子作りが好きなのも一緒だよね。あのね、ひーちゃん、そういう共通点がある人は100万人くらいいると思うよ。というか、ひーちゃんにない部分にリサさんらしさがある気がするけどな、モカちゃんは。私じゃ無理って言いたいの？そこまで言ってないけど、別にリサさんを目指さなくてもいいんじゃない？ひーちゃんにはひーちゃんの良さがあるんだからさ。もう絶対無理だって思ってる。私だって頑張ればリサ先輩みたいになれるんだから。ライブでかっこいいって言ってもらえたし、高2の私は一味違うってところ見せてあげる。そっかそっか、ひーちゃんの決意を応援してるよ。じゃ、そろそろみんなのところ行こう。ちょっと真剣に聞いてよ。かっこいいひまり。そう、リサ先輩みたいなかっこいい先輩を目指そうと思って。みんな、困ったことがあったら何でも私に相談してね。
ひーちゃん頼もしい。売店行ってる間になんか変なことになってる。リサ先輩かっこいいから気持ちはわかるよ。でもリサさんみたいにっていうのはハードル高すぎるんじゃない？ひまりも面倒見はいい方だと思うけど、肝心なところが違うっていうか。肝心なところ？リサさんって器用っていうか、大抵のことを何でもうまくできる人じゃん。うんうん、すごいよね。ひまりはなんていうか、その逆っていうか。逆？不器用で失敗ばっかりってこと？まあ、空回ってるのはよく見るよね。でもひまりちゃんの気持ちはちゃんと伝わってるよ。すぐのフォローがつらい。確かにそういうことはちょっと多かったかもしれない。でもそれは今までの話。高2の私はかっこよくて頼れるひまりで行くんだから。リサ先輩だって1年生の時はきっと失敗も多かったはずだよ。あの人はずっとあんな感じだった気がするけど、ま、頑張って。もう全然応援が感じられない。トモエもなんとか言ってよ。トモエ？ああ、何の話だっけ？だから私がかっこよくなるっていう話。ぼんやりしちゃってどうかしたの？いや、なんでもない、なんでもない。そっか、ひまりがリサさんみたいにか。うんうん、応援してるからな。お？トモエ、なんか変。トモエ！お、ひまり？今日は部活ないんだよね。じゃあ一緒に帰ろう。いいけど、でも今日は寄り道はちょっとパスかな。え？何か用事？用事ってほどのことでもないんだけど。今日のトモエなんだか変だよ。元気ないし、もしかして何か悩みとかあるんじゃないの？悩みってほどのことでもないんだけど、実はイヤリングなくしちゃってさ。イヤリング？それってトモエがいつもつけてるやつ？ああ、今朝なくなってることに気づいたんだよ。探したんだけどどこにもなくって、帰ってその続きやろうと思ってさ。そっか、それで元気なかったんだ。そういうことなら探すの私も手伝うよ。え？それは助かるけど、いいのか？もちろん。探し物なら一人で探すより二人で探した方がいいでしょ？それは確かに。ありがとな、めちゃくちゃ助かるよ。こういう時は私に任せておきなさいって。お邪魔します。あれ？結構片付いてるね。ああ、一昨日部屋の片付けをしたからな。てっきり散らかってるからイヤリングがどこに行ったのかわからなくなっちゃったのかと思ったよ。というより片付けしたから行方不明になった気がするんだよな。どういうこと？だから片付けた時にどこかに紛れ込んだんじゃないかと思ってさ。ああ、そういうことか。え、それってこの部屋にあるもの全部調べないといけないってこと？めちゃくちゃ言いづらいけど、そういうこと。大丈夫、二人で探せばきっとすぐ終わるよ。じゃあ私はそっちの棚を見てみるね。ああ、本当悪いけどよろしくな。後でなんかお礼するから。そんなのいいってば。棚の奥に入り込んでないか見た方がいいよね。うんうん、ここの棚は写真集コーナーか。
これ猪島の写真集だ。わあ、去年が懐かしいな。またみんなで猪島に行きたいね。おお、いいな。もうすぐ夏休みだし、みんなの予定聞いてみるか。あ、こっちにあるのはアルバムかな。中学の卒業アルバムと、これは…あ、え、あったのか。うんうん、猪島より懐かしいもの見つけちゃって。これ、小さい頃のアルバムだよね。ああ、なんだそれか。見て見て、クリスマスの時の写真。この写真、モカだけ変な方向見てるの。あ、ほんとだ、気がつかなかったな。モカのやつどこ見てるんだ。モカカメラじゃなくてテーブルの上のパンを見てるような。ようなじゃなくて完全に見てるな。モカ昔からパン好きだったもんね。見て、この写真って小学校の学芸会の時のだよね。学芸会。ああ、私とひまりが悪者の役をやった時のやつか。そうそう、あの頃は私たち悪だったよね。みんなに評判の悪っぷりだったよな。って、こんなことしてる場合じゃないだろ。ああ、そうだった。ごめん、なんだか懐かしくって。ちゃんと調べるから、頑張ろう。棚は全部調べたけど、ここにはないみたい。となると、怪しいのはクローゼットの中だな。クローゼット？ああ、でもそこは私が見るよ。ちょっと中のものが…え？うわ、うわ、うわ！中のものが崩れやすいからって言おうと思ったんだけど、遅かったみたいだな。よし、これで部屋の中は全部調べ終わったな。うん、余計な仕事増やしちゃってごめんね。クローゼットのことなら気にするなって。でも結局見つからなかったな。どこに行っちゃったんだろう。悪いな、休みなのに付き合ってもらって。別にいいってば。今日は特に予定もなかったし。それで今日はどこを探すの？それなんだけど、心当たりがないんだよな。家以外じゃ外してないしさ。あ、巴が最後にイヤリングをつけたのっていつ？この間の日曜かな。それからずっと学校だし、つけてないな。日曜って、サークルのライブイベントに出た日だよね。おう。あ、そういえば、あの時外してる。あ、衣装に着替えた時。もしかしたら、その時に。うわ、めちゃくちゃそうっぽい。待ち合わせの場所、サークルにしてちょうどよかったな。だね、マリナさんに聞いてみようよ。イヤリング見つかるといいね。でもあのイヤリングそんなに気に入ってたんだ。まあ私が初めて買ったイヤリングだし。それにほら、高校生になったばっかりの頃、みんなで買い物に行ったことあっただろう。みんなでショッピングモールに行った時のこと。そうそう、私が好きな感じの小物が売ってる雑貨屋があってさ、いいなと思って見てたら、みんなが私に一番似合うやつを選んでくれたんだよ。ああ、思い出した。確か私が選んだやつが巴に一番似合うってなったんだよね。そう、それがあのイヤリングだから絶対見つけたいんだよな。そっか、うわ、忘れてたよ。そんなイヤリングならなくなって
って悲しいよね。おいおい、ひまりが暗くなることないだろう。だってそんなに大切にしてるものだなんて知らなかったから。うん、そういうことなら絶対に見つけなくちゃだね。あれ、ひーちゃん、トモアム、あ、なんとモカだ。こんなところで何してんの？ああ、それがさ、あのイヤリングなくしちゃったんだ。ともちん、大丈夫？大丈夫と言いたいところだけど、正直結構へこんでる。大丈夫だよ、きっとここにあるはずだから。うん、私も探すの手伝うよ。私も。え、どこか行くところだったんじゃないのか？買い物に行くところだったけど、別に今日じゃなくてもいいし。うんうん、こういう時こそモカちゃんの冴えた頭脳の出番だしね。ラン、モカ、これぞ友情って感じだね。二人ともありがとな。よし、みんなでイヤリング見つけよう。我ながら最高に自然な流れだったのに。大丈夫だよ、ひーちゃん、心の中ではちゃんと言ったから。私も。声に出して。うーん、ないない、どこにもないよ。モカ、そっちは？残念なお知らせしかないけど、聞きたい？ううん、それならいいや。トモエの方は？はぁ、こっちもダメだ。マリナさんに忘れ物調べてもらったけど、イヤリングはないって。そっか。あー、ほんとどこ行ったんだよ。出して、トモエ、ここにないならイヤリングはきっと。何か思いついたのか？待って、もうちょっと考えさせて、きっと思いつくから。ひーちゃん、思いついてからよ。ていうかさ、あの日の楽屋めちゃくちゃバタバタしてたよね。イベントの参加バンド結構多かったからね。いつものイベントより楽屋が賑やかだったよ。だから出番が終わってすぐ着替えて楽屋から出たけど、その時イヤリングをつけずに出たりしてない？あ、ともちん、心当たりある？ある。っていうか思い出した、ランの言う通り服だけ着替えてイヤリングつけてない。それじゃイヤリングは？確かケースごとポケットに入れたはずだ。じゃあそれをどこかに落としたってこと？そうなるのかな。マジか。大丈夫、トモエ、地の底にまで響きそうなため息出てるよ。なんであの時ポケットに入れちゃったんだろうな。ポケットなんていつ落としてもおかしくないのにさ。テンション下がりすぎて変なテンションになってる。大丈夫だってば。なんとモカもライブの帰りに行った場所探してくれてるし、きっと。うん、絶対に見つかるよ。なんかみんな巻き込んじゃってごめんな。もう、そんなこといいっこなし。友達が困ってる時に手伝うのは当たり前だよ。トモエだって私が困ったり悩んでる時は助けてくれるでしょ。それはまあそうだけど。よし、ちょっと休憩しよう。
この辺はもう十分探したし、一回休憩。探し疲れてそんな弱気になってるんだよ。ほら行こう。わかったから。引っ張るなって。疲れた時には甘いものが一番だよ。夏季限定レモンのレアチーズケーキは本当に美味しいから食べてみて。へえ、こんなのあるのか。全然知らなかったな。ふふん、ツグンチのおやつメニューのことなら任せて。なんだって試作品の時から試食のお手伝いしてるからね。そんなに食べてるとまたモカにからかわれるぞ。モカには言わないで。とにかくこのチーズケーキはおすすめ。食べればきっとトモエも元気になるはずだよ。そこまで言うなら食べてみよっかな。ひまりちゃん、トモエちゃん、注文は決まった？うん、いつものやつちょうだい。2つ。いつものってレモンのレアチーズケーキだよね？もちろん。濃厚なチーズとレモンの爽やかさが最高だよね。ありがとう。でも今あと1つしかないんだ。え？あのケーキ人気で最近すぐになくなっちゃうんだ。いつも多めに用意してるんだけど、ごめんね。そんな、楽しみにしてたのに。私はいいからさ、ひまりが食べろよ。そういうわけにはいかないよ。私はいつも食べてるし、トモエが食べて。いやいや、ひまりが食べた方がいいって。大丈夫だから、トモエが食べて。二人で半分こにするのはどうかな。半分こ、1つしかないんじゃしょうがないか。じゃあそれと私は紅茶で。ひまりはどうする？私もそれで。レモンのレアチーズケーキと紅茶が2つだね。かしこまりました。そうだ、お店のお手伝いが終わったら私もイヤリング探し手伝うね。なんかすぐまで悪いな。ううん、全然。それじゃあちょっと待ってて。いや、楽しみだなチーズケーキ。おいおい、地の底にまで響きそうなため息が出てるぞ。ケーキを半分しか食べられなかったぐらいでそんなに落ち込まなくても。それだけじゃないよ、私全然役に立ってないじゃん。部屋散らかしちゃうし、気の利いたこと言えないし、ケーキも半分しか食べさせてあげられないし。トモエの力になるって言ったのに、ダメダメすぎるよ。別にひまりのせいってわけじゃないだろ。事故っていうか、ついてないだけっていうか。でもリサ先輩だったらどんなことがあってもいい感じに解決できてるはずだよ。いい感じってどんな感じだ？分かんないよ。分かってたらうまくやってるんだから。はあ、リサ先輩みたいになるなんてやっぱり私には無理なのかな。なんでいつも空回っちゃうんだろう。みんなの助けになりたいって思ってるのに。ひまりはちゃんと私の助けになってるけどな。ありがとう。でも気を使わなくてもいいよ。別に気なんか使ってないぞ。確かにひまりはリサさんみたいに一緒にいたら何とかしてくれるって感じじゃないけど、ひまりに助けられてることってたくさんあるんだよ。気づいてなさそうだけどさ。それって、なんだよ、いきなり大声出して。そこ道路のそばの花壇のところ。あれ、イヤリングのケースじゃない？うわ、これだよ。うわ、
こんなところにあったのか。葉っぱに紛れて全然気づかなかった。中はちゃんとイヤリング入ってる？ああ、ちゃんと入ってる。はあ、よかった。本当だよ、よかったね、トモエ。で、おいおい、泣いてないか？嬉しいのとほっとしたので、なんか涙が出てきちゃって。本当によかったね、トモエ。ありがとな。これもひまりとみんなが手伝ってくれたおかげだよ。おかげだなんて、私全然役に立ってないし。いやいや、だからそういうところだって。お？ひまりってさ、友達のことを全力で放っておかないんだよな。まあ確かにおっちょこちょいで空回りがちだし、何かあった時に解決してくれることってたまにしかないけど。自分で言うのはいいけど、人に言われるのは傷つく。ごめんな。けど誰かの助けになることって問題を解決してくれることだけじゃないと思うんだ。困ってる人がいたら何もできなくてもとにかく一緒にいる。悲しんでたらその人以上に悲しんで、喜んでたらその人以上に喜ぶ。そういうやつが一緒にいてくれると、なんていうか元気がもらえるんだよ。ともえ、ひまりは迷惑かけてるって言うけど、私はすごく助かったんだぞ。ひまりがいなかったら一人で落ち込みながらイヤリング探しするところだったんだからな。私だけじゃない、ランもモカもツグもひまりのそういうところに助けられてると思う。それがひまりのかっこいいところだと私は思うけどな。ともえって、また泣いてる。だってそういうことちゃんと言ってくれたことないから嬉しくって。いや、こういうのあんまり言う機会ないからさ、ヨウもちょっと照れくさいし。あ、いたいた。ひまり、トモエ。イヤリング見つかってよかったね。どこにあったの？って、はあ、みんな。え、泣いてる。ちょっと、なんで泣いてんの？それがまあ、いろいろあってさ。そんなことがあったんだ。リサさんみたいにできないからって落ち込むことないのに。あんな風にできる人、なかなかいないと思うよ。そうそう。ひまりがいきなりリサさんみたいになったら、むしろ驚くって。いいかね、ひーちゃん。小麦だって植えた瞬間パンにはならないんだよ。ちゃんと育てなくちゃ。うん、焦っちゃダメだよね。かっこいい先輩になるにはまだまだ頑張らなくちゃね。でも巴のおかげでちょっとだけ自信が持てたんだ。今の私でもちゃんと誰かの力になることができるって言ってもらえたから。私もひまりちゃんがいてくれてよかったって思うことたくさんあるよ。本当？生徒会の仕事が忙しい時、ひまりちゃん手伝いに来てくれるでしょ。一緒におしゃべりしてると元気になれるから、忙しくても頑張れるんだ。本当に本当？本当だよ。ひまりちゃんが来てくれるとホッとするよ。すごい。確かにひーちゃんがいてくれてよかったと思うことはあるよね。モカも？何かあってもひーちゃんが大騒ぎするから、逆に私は冷静でいられてほんと助かってます。ちょっと、それ褒めてる？ま、ひまりが友達に全力っていうのは昔からそうだね。
え？そうだっけ？覚えてない？小学生の頃、学芸会に出たことあったじゃん。それって、私がウサギ役をした時の？いや、その次の年かな。ひまりとともえが悪役をやった学芸会。ああ、あの時か。昨日ちょうどその写真見たよ。あの時、ひまりちゃん最初はお姫様役だったんだよね。え？そう、役を決める時、誰も悪役をやりたがらなくてさ。それでじゃんけんで決めることになって、あたしが負けちゃってさ。あの時はマジで落ち込んだよ。で、それを見かねたひーちゃんが自分も悪役をやるって言い出したんだよね。あ、そうだったかも。思い出した。ほんといいやつだよな。おかげで悪役だったけど楽しかったし。あの時のひまりちゃん、すっごくかっこよかったよ。そういうとこ、今も変わってないと思う。ほら、あたしの言った通りだろ。みんなちゃんと分かってるって。うん、そうだね。自分のことそんな風に思ったことなかったな。リサ先輩みたいになりたいって言ったけど、私がみんなの助けになれてることがあるなら、まずはそれを大事にした方がいいのかも。だからってリサ先輩を目指すのはやめたわけじゃないよ。自分のいいところを自信にして頑張っていくつもり。うん、それでいいんじゃない。無理めな目標の方が人間努力するっていうし。もうすぐそういうこと言うんだから。目標を叶えられるように応援してるね、ひまりちゃん。ありがとう。よし、今よりももっとかっこいい私を目指して頑張るぞ。お、ひーちゃんのあれが出そうな予感。え、あれってあれのこと？なになに？一緒にやってくれる気になった？え、あれ？ひまり本当にあれ好きだよな。ソイヤに言われたくないです。私を応援すると思って今日こそはバッチリやってよ。せーの、えんえん。おーおおおお。へえ、バラバラじゃん。まあ普段やってないからな。でもすごい、初めてやってくれた。もう一回、次はちゃんと揃えてやろ。もう一回。すまんひーちゃん、今のであたしお腹ペコペコになっちゃった。言われてみればお腹すいたね。なんか食べてく？じゃあラーメンでも行くか。近くにうまい店知ってるんだ。おお、いいね、行く行く。モカちゃん大盛り決定。